こんにちは墨田区議会の坂井優香子ですこのチャンネルでは墨田区の情報区議会の活動に加え趣味やグルメなどのプライベートもお届けしてまいりますぜひご覧くださいさあ今日は韓国の屋台グルメチーズハットクのようなものを 作ってみたいと思い、あり合わせの材料を集めました。え、私自身はチーズハット食ってソウルでは食べたことがないんですね。で、コンビニとかで売ってるのを食べたことがあるぐらいなので、まあその記憶をもとに再現しています。 ですので、もしかしたらオリジナルというか一般的なものと違うかもしれませんが、その辺はぜひぜひともね、寛容な目で見ていただいて、動画をお楽しみいただければと思います。はい、チーズハットクを作りながら今日お話しいたしますのは、乳がん検診についてです。 1> 私1年に1回健康診断を受けておりますが乳がん検診マンモグラフィーを受けた結果精密検査が必要ですと言われました診断結果は右外側情報局所的非対称陰影というものでした非対称陰影に関しては インターネットなどを見るとほぼほぼ問題ないですよとは書いてあったんですがここ最近寝てる時に脇であるとか右肩右の乳房に何かこう違和感を感じましたですので気になって再検査を要望して区内にある乳腺外科にお世話になりました私は乳腺をエコーで 見るのは初めてだったんですねで。先生がとても丁寧に説明してくださって自分自身の胸をしっかりと確認することが今回できました検査の結果です。これは私自身も自分の目で確認しましたが右の胸に直径 5.5mm ののうえ中にはお水が入っているそうです。 で右胸に直径 7.2mm×3.6mm、mm、の繊維汚種、これは中には繊維が入っているそうなんですねでプラス、えー、両チブサに石灰、えー、化が点在しているという結果でしたしかしながらいずれも良性であり問題はないという結果が出て私自身とっても安心しました 自分の目で見たんですけれども、えー、乳房というのはすごくシンプルなな作りでできてるなと感じました。表面には皮下脂肪があってその下にクーパー人体帯というもの,でそ,のなその下に乳腺で大胸筋で肋骨がうっすら見えるという中でプローブを動かしながら、えー、しっかりと おそらくこれはこう、あの先生の技術的な力量もあるかと思うんですが。えー、ゆっくり見ていけば、えー、ここに何があるということが。私の目からも、えー、はっきりと見て取ることができました。マンモグラフィーと乳房、えー、の超音波エコーですね。どちらを受ければいいのっていう。 疑問も皆さんんあるかと思うんですねでこれはあの利点と欠点、まあ、得意なところと不得意なところっていうのがきっとあるんじゃないかなと思いました。まずマンモグラフィーに関しては石灰、まあ、化とか、えー、含めて乳房の全体像を捉えやすいという利点があるかなと思います。 一方でマンモグラフィーは年齢とか入線量の個人差というものがわからないのでその点では詳細な診断ができにくいっていう弱点もあるのかなと思います。超音波エコーに関しては、妊娠中ででも行うことができると。がきる いうポイントが大きいのと、あとは乳腺が発達している人とかお若い方ですねはマンモだとやっぱり痛いんですよね相当にでそこがこう痛みなく検査ができるっていう、えー、メリットはあると思います。一方でこの検査は検査してくれる技術者の技量に依存する。 部分が非常に大きい検査でもあるかなと感じました。というのも今回素晴らしい先生に検査をしていただいたので石灰化であるとか農法であるとか繊維選種であるとか、まあ、それが良いものなのか悪いものなのか大きさどれぐらいなのかっていうことがしっかりと自分自身の目でも見ることができましたがなかなかその部分が うまく見ることができるのかどうかというのが先生の力量によって変わってくる部分もあるのかもしれないと感じました。マンモグラフィーに関しては X 線検査のため多少は放射線の被曝があります。ですのでまあできればこうあの。 検検査と検査ととののタームっていうのは、けるべきかなと私自身は感じています。その上でマンモグラフィーと超音波エコーをうまく使い分けて時期を分けて検査を継続的にしていくっていうのは良いことなのかなと思っています。 乳がんは比較的早く見つかったステージ0やステージ1の場合10年生存率は約9割でまた全症例でも10年生存率の平均は8割になっています。したがって早期発見すれば乳がんは怖い病気ではないコロナ禍でがん検診の受診率が下がっているようですが手遅れにならないように 常に健康診断率先して行っていただきたいと思います、うん、さてチーズハットクいよいよ出来上がりという局面でございますがちょっとね生地が ももしかししかかかたたら分厚かったかもしれないです串に対して生地が <laughs> すごくて、えー、重くてね串で持てなくなってしまいましたえでもお味はとっても美味しかったですよ今回の「ゆかこっこ通信」ではチーズハットクを作りながら乳がん検診について お知らせをさせていただきました。自分の健康を守るために、がん検診をしっかりと定期的に行ってまいりましょう。それでは、さようなら。バイバイ。